ジェシカ様は、ジェシカ様にお会いしたいというものをお連れしましたエグベルトてめえ、よくもジェシカ様の前に顔を出せたもんだなせっかくだてめえの悪事もここで終わりにしてやるぜ許さねえてめえは俺の手でぶっ殺してやれ覚悟しやがれやらせるか ジェシカ様には指一本触れさせねえやはりそうか油はこのためだったのかってことは、久々に俺も暴れられるってことだなさーてなこの程度で諦めるような奴じゃねえと思うが、随分と時間がかかっちまったなおいゆっくりしてる暇はねえぞ こうしてるうちにも、ラングリッサーが帝国の手に渡ってるかもしれねえんだ。おいまだ橋は落とせねえのか急がねえと、帝国の奴らが来ちまうぞくそもう現れやがったかく,く、くそやはり、俺一人じゃ無理か作戦は失敗だ撤退する ラングリッサーを抜けるのはリアナとシェリーそしてエルウィンだけだジェシカ様も光の末えなんだがここにはいないからなベルゼリアなら海を渡るのが近道だなこの先に港町があったからそこで船を探してみよう厄介なことになったなおうおうそれよりも早く死ねえと儀式が終わっちまうぜ ジェシカ様の魔法でベルンハルトを異世界へ放り込もうとしたんだ。あんたはボーゼルに操られていたんだ。エグベルトよ。なぜ待てなかったんだそうか。無理しやがって。バカか。待っていたぜ、エルイン。そしてエグベルトエグベルト。まったく。 お前は変わった奴だな。これから殺し合いになる奴に礼を言うとはな。そろそろ話してくれよ。お前がジェシカ様の元を去った理由を。闇を滅ぼすために、ベルー・ハルトと国を起こして戦争を始めたのか。そうだな。確かに闇は滅ぼせた。だが。 お前たちが大陸統一を目論んだために、大陸中が戦争に巻き込まれたんだぞお前は、昔から頭が良かったよ。先まで見通して計画することができる。それは認めるさ。騎兵部隊は空中から撃て奴らを追い出すんだうまく敵の動きを封じ込めるんだここで負けるわけにはいかない やばいな。連中結構やりやがる。野郎ども気合を入れていけお前らにこれ以上進ませるわけにはいかねえ。これは、お前らのためだ知りてえなら、俺を倒してみろくっへっへっへ。<laughs> しくじっちまったぜ。 エグベルト、お前のしていることが正しいのか間違っているのか、俺にはわからない。そうか、お前らしい返事だぜ。どうやら、完全に変わっちまったわけじゃなさそうだ。ところで、エルイよ。 これ以上は先へ進まない方がいい。この先に進めばきっと辛い戦いを。だからここに残った方が。だがそれは自分ができないことは避けて通る臆病者の理論だぜ 本当に平和を求めるなら戦を起こさずに済む方法を考えやがれだがよこれでも昔の俺はお前のこと兄貴のように思ってたんだぜだからよ兄弟のつもりで言わせてもらうぜジェシカ様とは 裸わないでくれくそ目がかすんできやがったエグベルトともまたあああばよア,アルハザードは帝国にラングリッサーはエルウィンの手にある どっちが勝っても日本とも揃っちまうぜ俺たちに勝つ見込みはあるのか何もう来やがったかしかもエルウィンが帝国に勝ったのかジェシカ様のことが少しばかり心配だぞいガキの頃俺は親父と一緒に船に乗っていた俺の親父は海賊だったんだと言っても 本当の海賊から宝を取り返したりする傭兵みたいなもんだけどね。ある時、手強い連中と戦って、親父や仲間はみんな殺され、船は沈みかかっていた。まだ9歳のガキだった俺は、何の抵抗もできずに、ただ殺されるのを待つだけだった。それを救ってくれたのが、 転生前のジェシカ様だったというわけさそれからはジェシカ様が俺を育ててくれたんだそこで同じようにジェシカ様に育てられていたエグベルトとも知り合ったやつの方が少し上だがなただマドの研究のやりすぎで老けて見えるのさそれからしばらくして俺たちも大きくなった頃だ ジェシカ様が天性の秘術で赤ん坊になるって言うんで今度は大人になった俺たちが面倒を見ることにしたのさもっともエグベルトのやつはすぐに姿をくらましたがようどうやら無駄話もここまでのようだおいでなすったぜとうとう見つかっちまったがシェリーは早く遺跡の機能を封じてくれ 俺が少しでも足止めする防戦に徹底するぞ時間を稼いで、連中をジェシカ様のもとへ行かせるな連中を奥へ通すな展開へ入れたら、俺たちに勝ち目はねえ簡単に通すわけねえだろ見くびるな<笑><笑>正直、いった日、あんまり、 大丈夫じゃねえな友よキースよ大事な姫様を守りきれずに死ぬ俺を許してくれよ泣くなよシェリー <laughs> お前に泣かれるとつれじゃねえかよ気にするな仲間だろこんな風に肩を並べて戦うのは血がたぎるな海賊王レスター様とは俺のことよよろしくなケンカ上等俺はやっぱり最強の海賊だな まあ、実は、それほどすげえってわけでもねえんだけどよよくやったさすが俺 !Olright guys!Let's party! よろしいかやるなぁ、この野郎。よ、大将。新しいしのぎかこういう、 やる時にやれるってやつが英雄って呼ばれるんだよなあんまよくわかんねえけどよモテるって俺見ての通りモテねえよ意外とモテねえんだよなこの職は <laughs> 大将今回の喧嘩は派手にいこうぜ俺も修羅場いくつかくぐってきたがまだまだやれそうだぜ <laughs> 俺ら本当に生かしてるな、大将ザ魚どもに俺らの凄さ、見せつけてやろうぜ冥府の神様が来ても、俺が代わりに殴り飛ばしてやるぜおうよしわかった俺は海賊だが、ジェシカ様の弟子だよこの辺りに出没する悪い連中を退治してるんだ昔。 忠実な部下もいたんだ。すこぶるバカだったが。だから忠告しておくぜ命は一つしかねえ大事にしとけよーし、出発欲を出しすぎるんじゃねえぞそいつを忘れなければ勝てるジェシカ先生はこの俺が守るんだ敵に指一本触れさせねえからなああ 毎日甲板を吹くってどんだけ辛いかわかる <laughs> お,おいくすぐったいぞ関係が深まった祝いだ一杯おってやるよ次は俺の番だ言うまでもねえ俺らは一番仲がいいコンビだなんだよ <laughs> 部下の気持ちってやつ ちっとも考えてくれねえのかアホか興味ねえよ、お前とは。まあ、しゃあねえわ。今度はちゃんと酒を準備するぜ。もし忘れてねえならな。またね